ネパールクレビネスですね。そうですね。こちらオスメスに分けていきましょう。はい。相変わらずイケメンですね、これは。おお、スリーナイン。楽しみですね。楽しみです。ネパールの奥畑ネパールクルビです。どうでしたか？いいと思います。よかったです。はい、すいません。今日はネパールの奥畑ネパールクルビですね。そうですね、こちら。はい、これはね、大みじんですね。うんうんうん、前回も交換したと思うんですけど、はい、前回結構いい大きさになってましたね。なってますね。うん、なんでこれをね、またオスメス、まあ多分大きさで分かると思う。そうだね。から、うん、オスメス分けていきましょう。はい、うん、頑張ります。ちょっとね、交換遅れちゃいました。メスオスの違いなのか、どう、なんか暴れちゃったのか、ちょっとよく分からないけど、うん、でもね、早期が2頭いました、うん、のでもうこっちにやってきました。え、うか、うわ、サナギ、そうそうそう、洋室を作り始めちゃってたんで。早い。そう、3ヶ月4ヶ月4ヶ月ちょいか、うん、ですね。はい、はい、じゃあこの子たち、ね、どれだけ大きくなってるか見ながらですね、はい、交換していきましょう。それではレッツゴー、やるよ。はい、はい、じゃあね、ちょっとね、はい、まずはお父さんを。お父さん。お父さんですね。うん、やっぱりこれを見せておかないと。そうですね、かっこいいので。お父さんね、ネパールのアンナプルナっていう産地でね、そうですね、取れてる貴重な、うわー、顎の湾曲がね、お、かっこいいね。相変わらずイケメンですね、これはね。何度も紹介、艶がすごいよね。艶すごい、何度も紹介してるんですがね、これは、うん、日本人の方がね、ネパールの現地で採集した天然のワイルドっていうんですかね、うん、からメス1頭しかね、メス1頭からの類代っていう、とっても貴重な、これを超えていかないといけないね、お父さんを。そうだね、うん、お父さん71ミリか、うん、はい、はい、行きましょうか。やっていきましょう。葉っぱあるからね、じゃんじゃんやっていこうか。ちゃちゃっと、うん、めちゃくちゃ上にいる。こんな上にいるんだね。本当だね、危ないよね。いらっしゃいましたか？いらっしゃいました。大きさはどうかな、そんな 25g とかある感じじゃないかな。ですか、ね、うん、メスかなって思う。あ、メスですね。うん、メスだね。よいしょ、分かりますよ。おお、スリーナイン。はい、あるよね、あるね、これ、うん、ここのこれかな、うん、これだね、うん、完全に見えたね今、うん、はい、なんかも上にいるな。あ、この子もメスだね。あ、そう、うん、ほら、ちっちゃい。あ、本当だね、さっきの声でちっちゃいぐらいかもしれない。うん、9.2。
どうするメスばっかだったら。いや見た感じ大きいのいたから。あ本当、うん、よかった。はい、続きはこれもメスかな、あんまり食べてない感じだからね。うん、メスティンかな。メスティンだけどちょっとでかい気がする。メスティンだよね。うん、メスティン。ほら、これ。本当だ。でもちょっとでかい。10ぐらい。うん、10.75。はい。メス3連ちゃんだね。だね。うん。ちょっとオスのでかい幼虫見たいね。ね。うん。はい。次もメスでしょうね。あ、どうかな。キノコ。ね、キノコでっか。最近ちょっとキノコが出始めたな。やっぱり温度が低くなってくると。ああ、そうだね。うん。ちょっと一個ね、洋室の中にね、うん、キノコが生えてきたっぽいのがあってさ、それを助けんといけないんだけど。そんなん初めてじゃない？うん。洋室の中にキノコ生えたことなかった。そう。今のところまだ大丈夫かなと思うけど、うん、あれが大きくなってきたらさ。うんうんうん。そうだね。そう。あかんよね。うん。ドッケさんだから。あ、それは。あれちっちゃいね。メスだ。え、4連ちゃん。4連ちゃん来た。4連ちゃんですね。完全に。うん。9.8。うん。うん。一緒ぐらいだ。一緒ぐらいだね。オリジナルグッズ概要欄からゴーゴー。次。見当たりませんが、上にいるといけないので。それはよく食べてますね。うん、4連ちゃんだったからね。そろそろ出てくるぜ。ねえ、え、で、落ちてる。おお、もうでかい。ああ、でかいね。うん、ほら、うんうん、降りましたな。確実に、おお、確実にオスティンです。25。いいじゃん。来ました。ぶりっぷりの。いや、待望の。待望のオスティンです。なかなかの大きさ。うん。さあ、どんどん行きましょう。どんどん行きましょう。どこだろう。見えないな。木残ってるね。うん。あ、いた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 。その大きさだ。そうだね。あ、メスだ。あ、なんかちょっと黄色いよ。もうサナギになるかもね。うん。うん。10.8。もうこの子スイッチ入っちゃうかもね。かもしれん。うん。おそらく。まあでも早く羽化がね、見られるのは嬉しいけどさ。複雑だよね。ずれちゃうんで、オスがね、そこまで早くは。確かに。オスの早いやつあんまりいないから。だって早期で、クズリ、今4頭ぐらい洋室作ってるけど、うん、まあ、全部メスだもんね。はあ、てか、メス率高くない？そしたら。いや、オスはいるよ、向こう。あ、いるか。うん。5。メスやんけ。メスだよ。そうか。ここで6メスか。なるほど。もうヨネちゃん TV は偏りが怖いからね。あ、でもタワー的にはいいよ。ほら、見た目はね、うん、できた。できた。ラストいきますか。はい。もうこれはめっちゃ食べてるからオスティンであってほしいわ。そうだね。うん。めっちゃ食べてるのか暴れてるのかわかんないけど、すごいよね。すごいね。食い上がったね、うん、それは完全に。うん。お？あ、よかった、オスティンだ。でかい。よしよし。オッケーオッケー。20ちょい。あ！
27に見えたえっと思ったら食い上がっちゃったんですかね。うん、ここから大きくなってくれるでしょう。うん、うん、いやー、これでどうだろう、ちょっと数えてみようかな。うん、9オス12メス、うん、いいじゃん、うん、いいじゃないですか、だと思います。よかったよかった、うん、うん、いい感じのバランスじゃん。いい感じですよ、梅ちゃんなし、出しからぬ、やった、メスがちょっと多くてね、うん、いいじゃんいいじゃん、いい感じですよ、うん、このままみんな無事にね、浮かしてくれることを、そうですね、うん、願うばかりで、うん、はい、やっぱメスが早い早いね早いわ。でもまあクルビですだから長生きは長生きだよね、うん、うんうん、ずれてもなんかなんとかなりそうな気はするけど、うん、ヨネちゃん TV、 じゃあ今日はこんな感じで、はい、はい、いや楽しみですね。楽しみです、もうクルビの羽化めっちゃ楽しみだな。そうだね、うん、まずメスが続々と来そうな感じがしますけどね。そうだね、うん、まあ、オスが見たいけどね、間違いない、うん、うん、まあ、メスもみんな完品で、完品っていうのかな、無事にね、うん、お願いしたい、うん、羽化不全なく、うん、はい、頑張ってほしいと思います。はい、私たちも管理を気をつけていきましょうですね、はい、では今日はこんな感じで、はい、はい、おしまいにしたいと思います。はい、最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録まだの方はチャンネル登録ボタンをクリックで、ヨネちゃんファミリーへようこそ。 Twitter、Instagram などもやってますので、そちらもよろしくお願いします。今日はもうおしまいだよ。バイバーイ。かっこいい。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。チャンネル登録してね。